ツイステッドワンダーランド。こんにちは、サリです。ツイステッドワンダーランド続きやっていこうと思います。前回は図書室で副寮長に寮長の過去について話をいろいろ聞きました。で、寮長も大変な思いをして努力をたくさんしてきたんだなっていうことが分かって、で、寮生のみんなにすごい厳しくしてる理由も分かりました。寮長の過去が分かりました。で、今回はその図書室に校長先生がやってきたので、校長先生にも寮長のことを話しているところからのスタートになります。それではやっていきましょう。スタート。エピソード1の20、決起ルーキーズ。ルーキーズってことはトラッポラ君とデュース君がなんかするんかな。図書室。なるほど、そんなことも。あ、もう校長先生に全部寮長のことを話した後かな。首輪を外してくれと謝るのも嫌だけど、穏便に寮長を説得できる気もしないと。まあ、そんなとこ。まあ、そうですね。そんなに寮長と馬が合わないというのなら、転寮するという選択肢もありますが。あ、転寮ってできんねや。誰もハーツラビル寮やめへんから、転寮とかはできひんと思ってたけど。転寮できんねや。ただし、今の寮は魂の資質によって闇の鏡が選んだものですから、変えるとなるとかなり面倒な手続きや儀式が必要になりますよ。転寮か。でもそれってあいつに負けて逃げてる感じがしてすっきりしねえな。ではローズハート君に決闘を申し込んで、君が寮長になっちゃえばいいんじゃないんですか。え、決闘？あ、寮長と決闘して勝ったら自分が寮長になれるん？ええー、やんな。でもってなるよな。こら、声が大きい。ごめんなさい。学園長が変なこと言うからだろ。変でも何でもありませんよ。ローズハート君だってそうやって寮長の座を手に入れたんですから。あ、そうなんや。リドル寮長も前の寮長に勝って寮長になったってことか。そういえばナイトレイブンカレッジはどうやって寮長を決めているんですか。確かリドルは入学して1週間で寮長になったって言ってたんだぞ。前寮長に指名されたり、現寮長に決闘で勝利したりなど、他にもいくつか方法はあります。そうなんや。決闘というのはシンプルな方法の一つですね。でも魔法による死闘は禁止なんじゃ。死闘はね、正式な手順を踏み学園長立ち会いのもと行われる決闘なら話は別です。確か決闘の相手に事前にハンデを課すことは禁じられているから。あ、じゃあ首雇ってもらえるんちゃう。リドルに謝ることなく首輪を外してもらうこともできるな。いや、でも寮長に挑む権利は入学した瞬間から全生徒に与えられていますよ。でも今まで誰もリドル寮長に勝負を挑んでないってことは、やっぱりそれぐらい寮長はすごい強いってことやんな。どうしますか、トラッポラ君。ローズハート君に挑みますか。あんだけ不満がいっぱいいる生徒がいるのに誰も勝負挑んでないってことは、もうめちゃくちゃ強いし、もうかなわへんってことやんな。よし、
なら一丁やってやろうじゃん。決闘。いや、リドル寮長めちゃくちゃ強いよな。なら僕も。え、デュース君も？俺様もだぞ。グリムも？なんでグリムも戦う？グリム君、残念ながら別の寮生は挑むことができないんですよ。あ、そっか、そうやんな。ハースラベル寮の寮長になる戦いやもんな。グリムはオンボロ寮やから戦えへんて。じゃあ俺様の首輪は誰が外してくれるんだぞ。俺が寮長になれればリドルに命令して外してやるよ。トラッポラ君の寮長って全然想像できひん。いや、寮長とのバトルって私がバトルすんのかな。くそ、俺様の実力を示すチャンスだったのに。お前たち本気か。デュースまでそんなこと言い出すとは思わなかったぞ。いや、デュース君はこういう性格なんですよ。そうですか。男なら一度はてっぺん取ってみたいじゃないですか。こういう性格なんです。挑むなら断然チームの頭っすよ。チームの頭って言い方がヤンキーやわ。出た、ワルゴルク。では決闘の手続きは私が請け負いましょう。うわあ、ほんまに寮長と決闘するんや。どうなんねやろ。何か作戦を立てないとね。大丈夫かな。そんなに心配しなくたって大丈夫だって。で、お前らなんかいいアイデアない？寮長に決闘するときに首輪取ってもらった瞬間に逃げよ。首輪外してもらった瞬間に逃げよ、みんなで。正直、魔法では寮長に勝てるイメージが湧かないな。でも、拳でなら勝てるかもしれない。いやいやいや、拳はあかんやろ。確かに、あいつ貧弱そうなんだぞ。いや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 、ダメ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 、暴力ダメ、暴力反対。おっと、言い忘れてました。この決闘では魔法以外の攻撃は使用禁止ですからね。よかった。え、ルールを守って楽しい決闘。全然楽しくない。決闘手続きは明日には終わっていますので、挑むタイミングはご随意。では私はこれで。よし、魔法にはちょっと自信ないけど、なんとかなるっしょ。なんとかなる？寮長めっちゃ強そうやけど、なんとかなる？多分鉱山の怪物よりもすごい強いと思うで。お、お俺様の首がかかってんだから決まるんだぞ。大丈夫かな。俺が寮長になったら絶対僕が間違ってました、ごめんなさいって言わせてやるからな。あと変なルールで寮生をがんじがらめにするのもやめさせてやる。まあ、あのハートの女王の法律はなんとかしなあかんよな。厳しすぎるから。他のトラポラ君たち以外のハーツラベル寮の寮生とかも困ってるから、あの法律はなんとかしなあかんけど、でも決闘は大丈夫かな。どうなんねやろう。
終わった。気になりますが、今回はこの辺で終わろうと思います。見てくださってありがとうございました。